はい、トムです。今日はですね、まじないと呪いについてお話ししたいと思います。まじないと呪いね、実はですね、この言葉2つともね、同じ漢字なんですね。同じ漢字だけどね、意味が違うの。まじないというのはね、どちらかというと、まあ、神仏であったり、まあ、人間よりね、上のまた見えない力とか、そういう精神面な、ね、力になるんですけども、その力を持って災いやね、病気とか薬災をね、取り払う。どちらかというと、そういう悪いものを取り払う時に、ね、使ったのがね、まじない。そして同じ感じなんですけど、逆に他人をね、病気であったり災いであったり不幸に貶めるために使うのが呪いなの。まじないと呪い、全く同じ漢字を書くんですけども、全く意味はね、真逆であり、全然ね、性質が違うものになります。さあ、皆さんはまじないと呪いだったらどちらがよろしいでしょうか。そんな感じでした。